ブラタモリ、楽しかったですね。タモリさんも有識者もテロップも、ふざけすぎずユーモアはところどころにあって、あの薬笑い割ったり、発見に驚いたり、ワクワクしたりする時の心の揺れ加減が、ブラタモリは絶妙で心地いいです。井上陽水さんの音楽、草なぎ剛さんのナレーションも絶妙。陽水さんの歌以外の音楽もいい。私は勝手に電車は取り上げられないと思っていましたが、東武鉄道も出ましたね。感動しました。ふう。話戻りまして、ブラタモリ足利で足利を走る東武鉄道が紹介されましたが、引きの映像でしたね。ブラタモリで見た足利に加え、東武鉄道のフリーパスで見た足利市駅と駅前の景色を見ていただきたいのです。足利市駅ホームもホームから見える街も静かか、あの橋は渡ってみたいとは思いました。乗り鉄旅のジレンマですね。まだまだ乗りたい路線、降りたい駅を優先しちゃいました。駅、ホームの端っこ好き。絶対、フラット上下東武フリーパスは、一回使えば満足な企画ではないなと思っています。また利用したい。フリーパスを利用しない旅というか、あまりにお得なので乗り鉄しない旅でも利用した方がいいので、フリーパスを買うんだけど乗り鉄は控えめ街歩き旅もしたい。映像は、足利市駅ホームの端っこから端っこへ。でございます。お楽しみください。あの建物気になったけど行けずじまい。足利市駅、ほんと静かだな。フラット上下東武フリーパスの路線、どこも端っこからの景色が最高でした。この広々サスキー、ここからの景色もいい。自転車がケースにシュール。改札出ますよ。3日間のフリーパスがこの価格。さてさて、そろそろ足利市駅、駅前の様子を見ていただきたいのです。ホームは静かでしたが、特産品売り場やカフェは賑わってました。駅前は栄えてはいないけど、ただ栄えてなくて何もないのではなく、公園なのか土手なのか、穏やかな景色が見えていいですよね。
気になっていた場所へ。3連休に訪問してるんだけどな。静けさ、バスの時刻表のこれこの状態が、私の足利滞在時間を刻んできました。作戦を練ってゆっくり足利を楽しみたい。駅に戻りました。やはり電車が向かってきているの、端っこから眺めるのは最高ですね。なりませんのでご注意ください。1番線到着の電車は15分発特急日垣両門30号浅草行きです。リバティかっこいい。ありがとうございました。